将棋将棋の先方一覧みま飛しゃみまびしゃは、将棋の先方の一つ。振り飛車ゃ先方に分類される。飛車を先手ならば七筋、後手ならば三筋に振る。名前の由来は、飛車を振った場所が、それぞれの視点で左から三列目に当たることである。しまびしゃに対する長所としては、角や左銀の活用がしやすいことが挙げられる。角道を止めてから飛車を動かす。 従来の振り飛車は、拒飛車穴熊の攻略が困難であるがため相手に、穴熊に囲われると勝率が低かった。三権飛車の場合は攻め駒の活用はしやすいものの、穴熊から飛車が遠いことから、島飛車党の騎士からは、敬遠されるようになっていた時代がある。ただし、この時代にも、中田伊佐夫や小倉久志など、三権飛車のスペシャリストと、呼ばれるプロ騎士が活躍しており、 両者の中対佐尾 XP 公安流三剣飛車、下町流三剣飛車は、対局飛車穴熊でも高い勝率を上げていた。三剣飛車の場合、左銀を57にも67にも使えるため、持久戦にも急戦,戦にも対応できるとされている。急戦に対しては島飛車よりも強く、先手三剣飛車に対しては、急戦なしという格言がある。急戦では一手の差が大きいため、 先手番、後手番で戦い方が全く異なる。大山康春は後手外いでは、対中微射球戦の対策等で三剣飛車に振り直す。他は、ある日を境に、後手三剣飛車を用いることは、ほとんどなかったという話がある。その一方で、ある時期から、重要な場面でのエース戦法のような扱いになっていたという評価もある。角道を止めないうちに七五歩とつく。 攻撃的な、石田流という指し方もある。核交換をしない、時給戦型と、核交換も辞さない早石田に対別される。早石田戦法は、はめての要素が多かったが、マスダ構造実力性、第四代名人が、マスダ式石田流を発案したことで、プロ間でも見直され、本格的な戦法として発展していった。振り飛車には、 核交換の常識が見直されたこともあって、三権飛車における、拒飛車穴熊対策の主流の指し方の一つになっていた。その後、拒飛車側が、ミレニアムガコや穴熊での島飛車対策を進めていたことに加え、エルモカコイ級戦が大流行した結果、プロ機戦での島飛車の勝率が低下した。また、中飛車も、同時期に超速などの飛車の対策に苦戦し、 2018年頃より、ご機嫌中尾車はほとんど出現しなくなり、先手中尾車も勝率が落ち込んだ。その結果、エルモカコイ級戦に強く、時急戦にも急戦にも対応できるノーマルミマ尾車の使用率が2018年頃より大幅に上がり、プロ期戦においても振り尾車の主力戦法となった。対局飛車急戦において、島飛車より一手得をすることがある。これは、 飛車の移動にかかる手数による。以下では、振り飛車側を先手として説明する。三軒飛車に対する居飛車の主な急戦策には四五本早仕掛け、三歩突き捨て、急戦、四六銀左先方、棒銀などがある。このうち四六銀左先法や棒銀など七筋から攻めてくる先法に対しては、最初から戦いが起こる筋に飛車を振っているので島飛車より、 手読する。島飛車は、左銀を7867と活用するのに対して、三軒飛車は、6867や6857と活用できる幅が、広い。また中飛車と比較しても、金を58に使えることから、金の活用の自由度でも勝っている。川崎。 友秀、ひで、ジャパニーズ・イングリッシュ諸議ディクショナリー、猫窓、P43、ISBN 9長7849億522万5089中大佐を、高安流三権筆者の極意9000編12ページ、藤井武氏は、今の異筆者等は三権筆者に対しては、穴熊さえ知ってれば対応できると発言したことがあるという。高安流の極意。 みま飛車戦記将棋列伝、現代に生きる大戦ぶり飛車56ページ、大戦中原全局集、勝又、最新戦法の話208ページ、杉本和美爽やか流疾風みま飛車石川妖精、中大佐を、安西勝一、振り飛車等、宣言に、中大佐を、高安流三軒飛車の極意急戦編13から14ページ、ありがとうございます。